20歳ってさ、21とか21、19とかも19だけどさ、20歳だけ20歳だからね。それがなんか特別感。今日で終わりだけど。さよなら20歳。終わっちゃう。あと1時間もない。てか誕生日のさツイート何もやってないや、決めてないや、画像とか文章後で決めよう。終わったら。そう、今日また家配信です。やり残したこと20歳で19歳でも同じようなこと言ったけど、なんかあるかな、やり残したこと。なんだろう、特にない。やりきったってわけでもないんだけど、特に思いつかない。わかんないな、なんかあるかな。エフェのランクで確かに初ダイヤまでいけたし、まあいいんじゃない。まあいいんじゃない。誰からのおめでとう。え、きっとこれはひなこだと思うんだよ。毎年ね、ひなこって意外と連絡まめで、そういうところひなこがね意外とまめで、そう毎年ねぴったりに送ってくれるのよ。ひなこそういうとこねまめなんだよね意外と。意外と、それは意外。きなこかなと。きなこ毎年大体一番、ぴったりじゃなかったとしても大体一番。きそば作ったのは昨日かな、今日じゃない。とのコラボ配信できるのかな、インスタとかだったらできるのかな、わかんないけど、ひなこがやりたがんないかもだけど。今日はねひなこと服を買いに行ってきた。いろいろ買った。なんか予約みたいな感じだからさ、なんていうの、まだ先だけど届くのはめっちゃ先だけど。忘れた頃に来るかも、届くかも。そう、今日会ってた日のこと、ほんのちょっとだけだけど、この子前にも来てたよ去年、一昨年しか持ってたのね、去年は持ってた、去年は来た記憶ある。始めた時間ちょうどいいぐらいなんじゃない。あんまりさ早く始めすぎてもさ、暇先するまでの時間が長いから。ちょうどいいんじゃない、始めた時間。大事な曲じゃないに行きつけつかなきゃ。そうで今日が最後だよ、二十歳。もうあと30分後ぐらいには、35分後には21歳になってる。何時まである？12時
半くらいかなと思ってるけど、まあその時にその12時半ぐらいの時にどんな感じになってるかによる、その時によるこの前成人式したばかりのようなのに早いね。確かにこの前あの振袖着てた気がするんだけど、確かにもうそれ10ヶ月前とかってわけでしょ。そんな経ったそんな経ったっけ。最近ファンになりました、ありがとう、嬉しい。すげえ、また言って申請してないけど誕生日の日はね確か行けるはず。去年も申請してない、一昨年までは、一昨年かな、申請がないと確かできなかったんだけど、去年から確か大丈夫になったはず。確かなんかそういうのになってたよねきっと。去年だってそういう話をした覚えがあるんだもん。また戻ってたらやばいけど申請方式に戻ってたら。戻ってないでしょ多分。配信切れたらなんか配信切れたら面白すぎでしょ。あともうちょっとで21歳でカウントダウンしてて切れるんでしょ。何やってんのそう明日が誕生日、11月3日が誕生日です。ケーキはね、ケーキじゃないんだけどスイーツって言ってる。なんかケーキがねあんま好きじゃない、あんま好きじゃないっていうかあんまねなんか好きなケーキがなくって、だからケーキじゃなくってなんか違うやつにしたい。でもスイーツ、ヌルではない。さあ何でしょう。さっきコンビニで買ってきました。ここ目の前に、目の前にある。飲み物だけ見せるわ。飲み物はカフェラテ、セブンのカフェラテ、この砂糖不使用のやつ、これが好き。これがね好きなんだよ。なんかコンビニのさあの三角のケーキ、ショートケーキとなんか栗とかなんかモンブランっぽいやつ、モンブランみたいなケーキしかなくて、うん、ショートケーキはねそんなだから私が。あとあミルクレープもあるから、でもミルクレープもねなんか気分じゃなかった。でなんだっけ、そのモンブランもあのモンブラン好きなモンブランはあるんだけど、その好きなモンブランかが分かんないからあの買わなかった。だから違うもの買ってきた。まあ後で見せる後で見せる。ちょっと何しよう。うちも客、ろうそく？ろうそくないな。ない。ろうそく？ろうそくない。ないよ。そんなもの。ないです。ろうそくはない。アロマキャンドルもない。そんなおしゃれなものあると思う家に。ないよ。そんなものないよ。え、なんかぽいのすらない。燃やせろ。なんかさせるやつでしょ。ろうそくになんか似てるやつ。
ない何も買ってくる、もう間に合わないよもう無理だよ。じゃがりこに火をつける、じゃがりこもないんだよ。で火つけるものすらない。指先から火を出す魔法使い出してるじゃん。じゃがりこに火もやばいけど、じゃがりこないよ、もう全部食べた家にあるの。帰らてのストロー、帰らて飲めなくなるじゃん、嫌だよ。立ってる、ちょっと待って、どこだ、気づかなかった。私、あ、私がちょうど見えないところに画面の立ってた。じゃ誰だ、え、誰だこれ、ギフトのところ名前ないな、誰、誰か分かる人いる、本当は。ティンさん、1位の方か、ティンさん、これタワーだよね、普通のタワー、ありがとうございます、ありがとう、紙ありがとう。あのさ、ご携帯はさ、ここのなんかスマホホルダーみたいなの立てかけててさ、ちょうど見えないところにタワー立てた。タワー細いからごめん、見落としてたわ。バースデータワーの方、ありがとう。誕生日バージョンの方、普通のタワー、あ、どっち？どっち？11月、ハッピーバースデーって書いてある、誕生日です、バースデータワさん、バースデータワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうありがとう、ごめんね、気づかなくて。バースデータワー、もうそろそろ誕生日いや、ほんと誰から連絡来るか一番に楽しみだね。いや、これで全然来なくてもあれだけどそれはそれで逆に面白いけど、誰から来るだろう。あと16日です、ね、日2週間ちょい、あと16日か、早っ。メール届いてからケーキ買いました、間に合った、日儀なの、え、ひなこだよ、ひなこ、ひなこね、毎年12時ぴったりとかに来る。
めてひなこが一番。最初ひなこまたかと思ったんだけど、ちょっとでかくないこれ。タワーだったら大丈夫。ぬいぐるみです。ひなこコメント、アカウントがないじゃない、ひなこ今できないんじゃない、アカウントないからしよるのかな。配信見てるかわかんないけど。手間かけてきた配信。配信私が出なかったら止まらないけど、あの映像と音声がなんかね、そう電話かかってくると遅れる、なんていうの、なんかそう、なんていうの、バグがなっちゃうから、配信中はちょっと影で来れるし出れないし、かけてくれてもそのたまずでさ、あの配信してるから配信中ちょっとやめてほしい。ひなこまめな顔してない、え意外とまめなんだよ。写経写経めんどくさい、いちいちすんの。ひなこに生電話できない、あの普段連絡と取るやつ、普段使ってる端末で配信してるからできないのよ。電話かけれたとしてもね、ひなこの声乗せれないんだよね。だからあの私の声聞いて会話を予想するしかない。もしできたとしても声乗せられないんだよね、ひなこの声。ひなのんが一番、ひなのんが一番あるかな。どうだろう。いやこの前のみぞちゃんの、そうこの前さ4人で集まって、その私の配信の時にストリアピした時に、あの久しぶりに4人で集まってさ、その時にそのみぞちゃんの誕生日の時にこう誰が連絡くれたかみたいな話になって、最初にひなこが最初で、で私も送ったんだけど、午前中には送ってた気がする。その日みぞちゃんの誕生日の日さ、ちょっとコンサート当日でちょっとぴったりには送れなかったんだけど、でも午前中には送ってるからセーフでしょ、セーフだよね。どっちが最後だったか忘れてたのはひなのんと私、ひなのは全然ぴったりじゃなかった。確か忘れたけど何時に送ってたか覚えてない。午前中に送ってた、私は何時に送ったか覚えてないけど、あの私たちの中でそういうのマメなのはひなこだけ。ひなこはね送ってくれんのよ12時ぴったりに。でも私12時ぴったりに送れたことあるかな、あるのはあるかな。でも去年とかも12時ぴったり送ってない気がする。で気づいたら12時過ぎてて、あやばいと思って送った。でも文は用意してたんだよ、でも
気づいたらね過ぎてた12時いひなこくらいならごめんなのそう意外とぽくないでしょ。ひなこが一番マメだからそういうの朝まで朝まではちょっと無理かな、多分途中で寝ちゃうな2時半ぐらいまでかな。無限にえ何時までだっけ、なんかさ何時までだっけ、なんか誰かめっちゃ長くもやってた人いたよね、忘れちゃったけど何時までやってたのか、何時までできるんだろうね。そう、私5時まで配信できたら、もともとの配信時間が5時からさ24時までだから、あ制限ないんだ、ないんだ、いややんないけどやんないけどやんないけど制限ないんだね、絶対やんないけど私やりたくないやりたくないってかさ絶対無理だよ5時までやっててもさあの無理、このままで保てないみんなもみんなもしんどいよ見てるのずっと喋ってるだけで5時まで無理だね、このままのテンション保てないから落ちてくる無理です。21歳の覚え、21歳スタートがその早朝5時までの配信ちょっと過酷だなちょっと遠慮しとくゲームしながら24時間、ゲームしながら24時間もきついよ、無理だよ無理無理ゲームそんなできない、24時間もできない無理です明日は休日だからみんな大丈夫だから、やんないって5時までやんないって言ってるじゃん無理だよ、寝ます、絶対に寝る入れるから。ライブ配信 YouTube はねあれね12時間で切らないとアーカイブが残んないんだっけ、そうなんですよ、もう12時間もやんないけどやんないけどいろいろありましたね、足換えに叩かれたり走って転んだり、私全部テレ東だけどいや楽しかったね、いろんなロケ行けて、最近テレ東のロケめっちゃ楽しかった、また行けたらいいな、卒業までに12時間アーカイブ見るの12時間のアーカイブ無理だね、私さ2時間とかでも見れないのに10何分とかのやつしか見れない、20分もいったら見れない、だからあの配信はアーカイブ見ない、切り抜きしか基本見ない見れないんだもん、そんな何時間も見れる、
不思議切り抜きチャンネル待ってます。切り抜きね、できるかな私。切り抜けるとこあるかな。まあ今後やりたくなったら考えようかな。2倍速なら見れる。2倍速 ?2 時間とかのやつ。それでもさ1時間あるんだよ、2倍速でも。長くない？長くない？見れないんだよね。だから切り抜けでしか見れない。いろんな VTuber の方とか配信者の方のアーカイブ見ない。基本切り抜き。見れないんだよね、アーカイブ全部。なんか大会のさ、アーカイブ見れなかったさ、試合のアーカイブとか見ようと思ったことない。結果だけ見て満足する。ツイッターに流れてくる結果だけ見て、あ、こうだったんだって終わり。見れないんだよね、アーカイブ長いし。見れなかった結果だよね。そうでしょ。そう、なんかさ、そういうさ結果が残るもの、普通の配信じゃなくってさ、野球の試合とかもだけどさ、大会とかも、ゲームの大会とかも、うん、見ないんだよね。結果だけ見てすごい満足する。あとなんかこの試合のさハイライトの部分のなんかあるじゃん、まとめたやつ、それ見て満足みたいな。全部見ない、見れない。私めっちゃ長いから。みそちゃんインスタライブしてる？今してんの？知らなかった。この前あったよ、みそちゃん。この前あった、知ってるか、あの配信で。変わってなかったね、みそちゃん。いや、みそちゃんさ、ほんとコミュ力すごいよね。あの私の YouTube の、 あの配信してた時のスタッフさん2人いて、1人はみそちゃん知ってたのよ。でも1人は全然あの初対面のスタッフさんなのね、みそちゃんと。めっちゃ仲良くなってて、普通に最後の方めっちゃ喋っててびっくりした。なんなら私より喋ってたもん、そのスタッフさんと。すごいよね、コミュ力が。もうびっくりした。さすがだなと思った。え、みそちゃんね、コミュ力がすごい。初めて会ったね。なのになんか結構喋ってて。私より喋ってたよ、そのスタッフさんたちと。みそちゃんの方がめっちゃ喋ってて、すごかった。さすが関西人と思った。すごいよね。全然初対面の人でも、ね、めっちゃ話せるところすごいわ。できない。みそちゃんみたいにはできない。みそちゃん人たらし。あ、みそちゃんはね、そういろんな人とすぐ仲良くできるからね、すごいよね。みんな西日本。いや、え、ひなの西じゃなくない？東じゃない？三重、あのエイトの分け方だったらひなのんて中、そう、あのエイトのやつだったら。なんか西っぽいけど、いや東だよね、やっぱね。そう、でもさ、三重県ってさ方言がさ関西寄りじゃん。
エイトの分け方だと東だからイースト。ね、三重県関西弁だからすごいさ西日本感あるけど。ひな、わかんない。エイトのやつとちょっと違うんだっけ？で普通の開き方って。エイトだったひなのは西じゃない東だけど。だからもうこの会った時すごくって二人がめっちゃなんか関西弁みたいな感じで話してて、みつおちゃんは関西弁なんだけど、ひなのもさ関西弁寄りだからさ喋り方が。方言が二人のなんかすごかった関西弁の圧が誕生日またげ配信、ね、でも焼き火24時までだからまたげないとね、誕生日の時はまたげるのよ。そうだから今日はまたげていきます。二人とも声でかい。まあ確かにそれは二人ともっていうか三人私以外え、ひな子も声でかいいやね、あの配信で一番好きだったのひな子ジェンが食べてるっていうのコメント大好き、あれめっちゃ笑った。覚えてる、みんな配信見た人ジェンがしてる時にさ私が作ったなんかお菓子をひな子がずっと食べててなんかねパウンドケーキなんだけどラスクっぽくなっちゃってそう、それをずっとひな子が食べててね、ジェンガしてる時に。でひな子ジェンガ食べてるって言われてたジェンガジェンガにしか見えなかったわあれめっちゃ面白かったてかジェンがさめっちゃさ白熱してなかった、あんな続いたの。てかあんまやったことないけど、ジェンがちっちゃい頃にしかやったことないけど、あんな続いたの初めてなんだけど、てかいけると思った、いけると思ったのにできなかったあんな続くの初めて見た。めっちゃすごかったよねなんかみんなさ上手くてびっくりしたんだけどジンがめっちゃ楽しいよ、あれめちゃくちゃ楽しかった、またしたいまたしたいんだけどジンがジンが楽しいね。あの配信はね、そうなんかそう4人でする予定だったからさ、なんかゲーム配信したかったんだけど、4人でってなったらさ厳しいじゃん。だからボードゲームしようと思って、ボードゲームしたいって言ってスタッフさんに言わせてくれた黒ひげとあとジェンガ、楽しかったなあのジェンガもう自分の番が回ってくるのがめちゃくちゃ怖かったフフ黒ひげ多すぎてびっくりした。確かに5個だっけあれ、初めてあんないっぱい黒ひげあるやつやった。なんか普通のやつより飛ぶ高さが高いらしい、ちょっと黒ひげも楽しいねあれね刺すときめっちゃヒヤヒヤしたうん、人生ゲーム、あ人生ゲームもいいね、確かに。またいつか4人でやるときあるか分かんないけど、またいつか人生ゲームあり。人生ゲーム最後にしたのいつか分かんない、小学生ぐらい、覚えてないや。またやりたいね4人で違うゲーム、ジェンガもう一回やってもいいけどジェンガもう一回やりたいな。よ
したら AKB 縛りなく縛りなくなるし自由にできる。確かにどうなるかな。今より自由に、まあ配信時間とかは自由になるかもね。時間とか割となるかも。ちょっとそれが分かんないけど、まだ。たちの振り返り、二十歳？たちの振り返りね、ちょっとね、じゃあ携帯見ながら、わかんない。二十歳。二十歳。一月から、でも一月って言ったらさ、もうあれしかないよね、成人式しか。成人式で、成人式かな。そうだね、一番大きいの成人式じゃない。でも AKB の AKB 成人式センターでさんやらせていただいて、めっちゃ嬉しかっためっちゃ嬉しかった。あ、11月からか。確かに。あ、11月、うん。11月は、ちょっとカレンダー見ないと分かんないんだけど。あれだ、ショールームイベントだ。めっちゃショールームイベントって書いてある。めっちゃやってた時だ、この時。たくさんやってね、この時、ショールームイベント。めっちゃやってるわ。懐かしい。1年前。めっちゃやってる、ショールームイベント。懐かしいね。覚えてる？ビスのやつかな。あとお料理選抜もここら辺なんじゃない？多分。お料理選抜じゃないかな。あと数分？やばい、早く振り返らなきゃ。で1月は成人式でしょ。何があったかな。あと2周年配信もしたわ、ショールームの来日配信。懐かしい。あとはエイトのコンサートがあったり。え、もうそんな経ったの。早すぎるんだけど。あと大丸とかカヌレね、最近だけど。カヌレは1回目のアトラ駅。え、カヌレもめっちゃ嬉しかったわ。あの自分のさ好きなような感じにできて、なんていうの、好きなラム酒たくさんにしてりさ、自分の好きな味にしてきて、またああいうのやりたい。なんか味のプロデュースのやつ高速振り返りで。ちょっともう時間ないから時間ないんで遅い振り返るのが。あとあれだね、あの歌番組も出れたし、今年もサンミュージック。あとそう、波動の優勝もそう2回やって、ね、意外といろいろあったね。二十歳も、あとは最近だったら卒業発表したり、いろいろ。いや、もうちょっとだよ。いや、待って、あと10秒。じゃあちょっとそろそろカウントダウンを。あ、5、4、3、2、1、0。21歳。なんかめっちゃさ、あの誕生日ギリギリになってさ、すごいバタバタだったんだけど、ありがとう、みんないっぱいコメントもギフトもありがとうすごいバタ、ちょっと待って、タワーありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと待ってね、ウキョンさん、タワーありがとうございます。バースデータワーありがとうございます。カザとマーク、キョカタムズさんもバースデータワーありがとうございます。あとカズトビトさん、バースデータワーありがとうございます。あとはヤサとマーク、キョカタム、生誕ありがとう、マジ感謝さんもバースデータワーありがとうございます。ありがとう。あとはちょっと飛ばせる方いたらごめん、もう一回言って。やばい、固まった。
帯固まった。携帯が固まってた。携帯固まった。画面が動かなくなってた。待って、途中までしか読んでないと思う。やばい。なんで？携帯固まる。戻った？携帯めっちゃ固まるんだけど、なんで？携帯あれかも、熱で固まってるかも。熱で多分携帯固まってた。戻った、多分。動く動く。あ固まった。え、何これ。みんなの画面動いてる？携帯が固まるんだけど、どうしようか。ちょっと待って、一回電源切ろう。なったかな。なんか携帯がさ熱くなってて、めっちゃ止まるんだけど、見れないタワーが。めっちゃ止まる携帯が。熱で。なったかな、見えるかな。なんかさっきからさ画面スクロールしてたら途中で止まるんだよね。ちょっとやばそう。ちょっとどうしようか。この配信、この配信じゃない、こっち止めて、パソコンで読むか。それでいいんじゃない。ギフト、なんかね、スクロールするとなんかね、画面が止まりそうになるんだよね。ちょっと携帯がちょっとね、熱で良くない、止まっちゃうわ。パソコンでコメント見るわ。ちょっと待ってね、起動するから。もうちょっと待って、よいしょ。で、このギフトのとこ見たらいいね。あ、途中までしか見れないな。これさ、どうやって見るんだ。これか、ギフトログ。いや、ギフト途中までしか見れないよこれ。いや、携帯で見ちゃえ。止まるかな。あ、止まった。動いてる画面。あ、携帯止まっちゃった。もういいや、止まったままで。もう見れないんだけど、誰がさ、誰がタワー投げてくれたのか見れないんだけど、見れないよ。動いてるよね。私の携帯だけで多分止まってるんだよねこれ。誰ですか、私のギフト投げてくれた方。グランツさんまでは分かった、確か。グランツさんと許可タムさんとは、ありがとうございます。ただ途中でやめてなかったのよ。で、あとは誰。なんで、なんでこんな、私のもう画面止まってる。誰か教えて。携帯がもうおかしくなってる今。誰投げた方、
私にタワー投げてくださった方誰ですか？ランキングでですね、どこまで読んだかね、わかんないんだよね。マッツンさんかな、これタワー紙書きたいんだけどさ、わかんない、何本とかもわかんないのよ。タワー投げてません。自己申告してる方いるわ、1位の方マッツンさんか。バースデータワーありがとうございます。もうパソコンでコメント見てる、携帯が動かないんだもん。8本くらい見える？よいしょ、ちょっとわかんないね。紙書きたいのに。ショールーム落ちた、アプリが固まったまま放置してたらショールームが落ちた。じゃあダメだな。戻った。おい、でも端末がやばいな、なんでだ、誕生日なのに。タワーちょっとね、書くね、紙。クッパーさん、バースデータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、教えてくれて。ちょっとさ、もう怖すぎてさ見れないんだけど、携帯のスクロールできない、また止まりそうで。止まりそうだからスクロールできない。とりあえず、過去ね、投げてくれた方ありがとう。タワー以外のギフトもたくさんありがとうございます。嬉しい、それもありがとう。タワー8本ありがとうね。1,2,3,4,5,6 でも8本 ?1 本分書いてるのか。 7? あとは名前がわかるか。え、なんでなんだろう、なんかめっちゃバグっててさ、私の携帯が。まあいいや、向けて触んないにしよう、また止まりそうだから。ちょっと待って、誰があれか、カズさんとブランツさん、ヤスさん、ティーさん、さっき書いたよね、マッツンさん、カズトミトさん、ベビースターさん、ウッキョーさん、クップーさん、9じゃない、そしたら全部で最初のティーンさんがいるから。ロマナさんが10周年10連ありがとう。じゃあそれタワーってこと、10周年タワーってこと。ラボーナさん10周年タワーありがとうございます。ありがとう。ちょっとわかんないんだけど、誰か教えて。え、ラボーナさんが、ラボーナさん10、え、何タワーって言った。ちょっと携帯スクロールしちゃダメだな。10周年、10周年って何これ。10周年とはって何、何10周年って。あ、ショールームってこと。これか。あ、エビちゃん
バスデートはありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっともう今日に限ってなんでこうなっちゃうのかな。なんか画面が暗くなったってこと。ありがとう。ミラボール、ありがとうございます。ありがとう。せっかくね、ミラボール。え、ちょっと待って、ミラボール増えてるじゃん。ミラボールしてくれてるからと思ってさ、書かないで言ったけど、増えてるから、先に書いちゃおう。ミラボールタワー、あ、ミラボールタワーこれ。ウッキョウさん、ミラボールタワー、ありがとうございます。ありがとう、久しぶりに言ったよこれ。まずラモーナさん10周年タワーありがとうございます。ありがとう。ちょっと待って、ミラボールタワーかけるさん、ありがとう。ウッキョウさんが、ウッキョウさんミラボールタワーいつ分、ありがとう、ありがとう、たくさん。ずっと光っちゃう。こんな深夜にさ、で次誰かこうか、カズさんかな。ちょっとさ順番前後しちゃうかも、あの残ってなくって、私のログに見えない。バースデータワー、ちょっと急ぐ。あ、11分あんのこれ。ありがとう。21歳輝いてスタートしてる、最高じゃん、ありがとう。よかった、なんかもう止まるしさ配信、最悪じゃんと思ったけど最高だわ。まだ増えてる、ありがとう。カズさんバスデートはありがとうございます、ありがとう。ありがとう。カズさん、カズ、あのカズさんのカズじゃなくて、あのタワーのカズとさ人のカズがさ、おかんタイミングが良すぎたな今。っていうタイミングが良すぎた。次グランツさん、バスデータワーだよね。ちょっと違ったら言って。もう分かんない、ログが残ってない。教えてください。フランツさん、バスデートはありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。合ってるね。バスデートは。で、あとちょっとランキング見てから、マッツンさんもかな、合ってる、ギリね、ログで見れてないんだよね、マッツンさん、え、合ってる。マッツンさん、あで日付書いてない、先日付11月3日忘れたわ、ありがとう、忘れたわね、ありがとう、自己申告引く、助かる。助かる、ありがとう。よし、まっつんさんもバースデータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。で、風と海とさんもバースデートはね、11月3日
風と海だ。バースデーと。風とびとさん、バスでとはありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。え、あ、確かミラーボールまた増えた。ありがとう、ありがとうございます。誰だミラーボール、これミラーボールタワー、ちょっとわかんないな。ミラーボールタワー、グランツさんかな、多分グランツさん。ミラーボールタワーありがとうございます。いやだ、やばい、これ多分配信終わるまで光ってるよ。さあ、あとね、これ誰までだ、タワーランキング10、フルマンさんまでか、タワーちょっとわかんない。あ、日本ミニ、日本文ミランボルトはありがとう、グランツさん。日本文ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。誰だタワー、わかんないんだけど、もうわからない。あんな方もわかんない、ちょっとね、タワー投げてくださった方が誰かわかんないんだよね。とベビースターさんね、あ、フロマン様だよ、フロマンさん合ってるよね、タワー、え、今かなこれ、フロマンさんバスデータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ちょっとあの、もうわかんわかんない。とりあえず順番にランキングのやつで、ベビースターさん、バースデータワー、ありがとう、よいしょ。もう携帯が止まったのが悪い。携帯が止まったのが悪い。充電しながらやってたらさ、携帯が多分重くなっちゃって止まった。ベビースターさん、バスデタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。髪足りなくなった。と香港の春馬さんもかな、バスデタワー待ってるね、バスデタワーか、ありがとう。香港のハラマさん、バスデートはありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。あと、あとフロマンさんだね。でさ、買ってきたスイーツまだ食べて、絶対食べるんだから、もう配信で。フロマンさん、バースデーと、バスタワーはあとエビちゃん、
フロマンさん、バースデートワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。あとちょっとあのタワー投げたよって人他にもいたら言ってください。あとじゃあね、あとあれね、あのミラボルタワーね、ミラボルタワーまだ書いてない、バースデータワーの方から書いてる。あ待って、やばい、紙なくなった。どうしようか、なんか持ってくるわ。付箋がなかったっけな、紙じゃなくても。あ付箋があるわ、付箋に書く。あ、コメントこっちでスクロールしたくなるね。一応やめとこう。置いたわ。え、誰誰？香港の春馬さんが置いたわ。香港の春馬さん、もう一個タワー。ありがとうございます。やだ。フロマンさんもこれさ、日本のってことかな。これさ、そういうこと？そう？エビちゃん、バースデーと。エビちゃん、バースデートありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。やばい、携帯スクロールしちゃう、いつもの癖で。違うんだよね、パソコンの方でやんないと携帯止まっちゃう。違うんだよね。先にケーキ食べよった？早いよ。早いよ。あ、一本フロマンさん、ありがとう、教えてくれて。じゃあ本家のフロマンさんがもう一個か。ちょっとバースデータウンの方から先に書きます。11月3日、本家のフロマンさん、バースデータワー、今どう？香港のハルマさん、バースデータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ちょっとこれから付箋で噛みなくなっちゃったね。え、次がバースデータワーの方は読めた？読まれてない方いたら、バースデータワーは投げたよって人いる？ちょっとね、ログ側も分かんなくなっちゃった。今度高見さんはバスでたわ。わかんない、投げてないか、どっちだ。申告をちょっとお願い、教えて。あ、投げてない、ありがとう、ありがとうございます。じゃあちょっとミラボルタワーか、申告助かる。うっきょんさん、うっきょんさん、バースデータワーもだったっけ、なんかなかったっけ、バースデータワーも。ウッキョンさん違ったっけ、
上等級覚えてる人いる？ミヤボタワーが3で、レイズミラーボルタが、タームじゃなかったっけ？ちょっと覚えてない、どっちだったっけ？これさ、タワーのさ、画面に表示されるギフトにさ、名前も書いてたらいいのにね。なんか分かんなくなるじゃん、どれか。ワステタワーも、ありがとう。先に書こう。全部まとめて見せるね。ワステタワー、わかる？いや、わかんないんだよね。こう画面に表示されてるやつはね、名前に載ってないからさ、そのギフトのさ、ログ見ないとわかんない。でもギフトのログってさ、時間経ったら消えちゃうじゃん。だからわかんなくなる、時間が経ったら。手かけたか、あと一個か。よいしょ。ミラーボルダー、ありがとう。まずふっきゃんさん、バースデータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。でミラーボールタワーが3つ、ありがとうございます。ありがとう、3つ、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。グランツさんがミラーボルトは2つ合ってる。11月3日、グランツさん、あ、32分だもん。ラーボルタワー、もう携帯がさ止まっちゃうのが悪いよね、全部。そうだよね。止まると思わなかった。あの、買ってきたやつは意地でも食べるよ。どんなに時間が遅くなろうとも食べるよ、もちろん。だって買ってきたんだもん、あるんだもん、目の前に。グランツさん、ミラーボルタワー、ちょっと付箋だか丸まっちゃう。ミラーボルタワーありがとうございます。ありがとう、ミラーボルタワー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。これでかけた？かけたかな？誰か、あの、書いてもらってないよって人いたら言って。ちょっとかけてなかったら申し訳ないんで。
けてないのがあれば。これでかけた全部。わかりませんわかりませんか。まああったら言ってください。その時に書きます。じゃあちょっとそろそろ買ってきた、まあ、ケーキじゃないんだけど、ちょっと好きなケーキがなくって、コンビニプリン、プリン好きだからプリンにした。セブンのカスタードプリン。違う、これ食べます。誕生日のスイーツ、ケーキじゃないけどプリン。あ、カズさんもミラボタワー、カズさんミラボタワーありがとうございます。だって今から書くわ。あ、待って、ひなのんからさ、待って、メンバーから、メンバーからじゃないな、あの違う違う、メンバーからじゃないわ、あの一番に連絡が来たの、ひなのんだった。今ひなこ来た、遅いよ。遅いよ。ひなこは12時に送るんじゃないの。遅いよひなこ。まあいいけど、ちょっとさ今さチラッとさ通知で見えちゃったんだけど、誕生日おめでとう、なんか21歳だねみたいな、おばさんだねって書かれてた。1歳しか変わんないのに。今2歳か。でもさ、もうすぐひなこも1歳、あの20歳になるから。1歳しか変わんないのに、ひなこずっと言ってくんのよ。今日会った時も言ってたわ。そういえばおばさんだねって。1歳しか変わんないでしょって毎回言う。ミラーボールとは、カズさんミラーボールとはありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、見えて。ありがとう。スネーゴトシノさんナショナル。ちょっとね、ひなこずっと言ってくんのよ。そう、ちょっとプリンあげるわ。いや嬉しい、やっとプリンが食べれる。ありがとうね、みんなたくさんギフトありがとうございます。あの書かれてないかと言ったら教えてください。書きます。そう、今2つ違いなんだけど、でも2週間後ぐらいにはひなこもう20歳だから変わんないじゃん、年齢と思って。よいしょ、一歳差だから、カフェラテ。美味しい、このカフェラテ大好き、この砂糖不使用のこのカフェラテ。すごい画面明るくなったと思ったら。ミラーボールか、あれなんかパソコンの方が早く消えてるわ。ありがとう、今私の方であと5秒ぐらい。ありがとうございます。ありがとう。すっごい空気が入んない。二窓になっちゃってる。コメントがさ、携帯の方をスクロールしたら止まりそうで。プリン食べます、私の誕生日ケーキ、誕生日プリン。誕生日プリン、よくわかんないけど、いただきます。美味しそう、いただきます。美味しい、幸せだねこの時間のプリン。
っちゃ美味しい。どんな味？めっちゃ王道なカスタードプリン。おいしい。私去年何食べてたっけ？去年もやってるよね、ひまたけしね。何食べてたっけ去年？去年もプリン食べてた、もしかして私。あの去年なんかさ、プチプリン食べたような気がするんだけど、合ってる？でかいやつ、でかいプチンプリン違ったっけ？それ違うやつかな。去年何食べたっけ私。え、いつか食べてたよね、誕生日の日かな。やばい、毎年プリンで誕生日迎えてる、もしかして。覚えてないんだけど、いや、プッチンプリンも好きなのよね。何食べたっけな、ちょっと覚えてないや。でも何かしらのこういう記念の配信でさ、プリン食べた、大きいプッチンプリン。めっちゃ美味しい、幸せ。美味しい。なんだかんだでプリン好き。私プリン好きだよ、めっちゃプリン好き、作るぐらい好き。プリン自分で作ったりする。コーヒー飲んだら寝れない。え、大丈夫、私寝れるのよ、どんだけカフェイン取ろうと思う。めっちゃ取ったらあれかもだけど大丈夫、寝れる。確かにカフェインだけど大丈夫、寝れる。カフェイン入ってないよね、こういうのってる。大丈夫。こういうのは大丈夫そう、大丈夫、寝れる私。プリン美味しい。うん、なくなる。うん。早い。やっぱり好きだからすぐなくなる。カメラみたいな、去年めっちゃ大きい汁をされる。やっぱそうだよね、そんな気がしたんだよね。なんか去年もプリン食べたような気がしてさ、プッチンプリンな気がしてね。やっぱそうだったか。いいんじゃない、あの毎年プリン食べるっていうのも好きだし、いいんじゃない。来年もじゃあプリンかな。再放送じゃない、だって今年はさ違うプリン、今日じゃない、今年はセブンのプリン、去年はプッチンプリンの大きいやつ。だから違う。うちも好き、プリン。完食、は
早っ。いや、美味しい。美味しかった。21歳、21歳になっちゃったよ。21。こういうのってあれかな、21歳の抱負みたいな言ったりするのかな。21歳の抱負全然見えない。プリンなくなったの。もう入ってない。ちょっと落ちそう。入ってない。充電なくなった。よいしょ。やばい、パソコン見たらさ、私プリンの容器見せながら止まってんだけど。何それ。21歳はそうね。動いてる、みんなの画面も動いた。でまだ止まってんだけど、私のさパソコン画面。早く動いてよ。ずっとプリンの野球で、もう分かったって。もうプリンないの分かったから早く動いて。私の画面動かないんだけど。更新したらいいのか。動いたわ。動いた。一生プリンの容器見せてた。あ、21歳の抱負？そうね、21歳。21歳か。でも21歳でさ、 AKB48 にいる期間が2ヶ月だけ。あ、ミラーボールありがとうございます。ありがとう、ミラーボールたくさん。ニャクさん、ミラーボールありがとうございます。これタワー、わかんない、これミラーボールタワー。にゃこさん、これがタワーか。ミラーボールタワー、ありがとうございます。ありがとう。21歳はね、そうね、2ヶ月だから。21歳で AKB48にいる期間が、それ以降はそう卒業するんで。ちょっと待って、先に書いちゃうわ、喋れないわ。にゃこさん、ミラーボールタワー、何がいた。ありがとう、ミラーボールタワー。あ、2本ありがとう。2本か、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。そう、あと2ヶ月なんです。だから21歳でいる期間はあと少しだけど。そうね、だからさ卒業するから、喋れないね。待って、もう書き終わるから。オッケー、にゃこさん、もう一個ミラーボルタワーありがとうございます。また充電の表示だ。ありがとうございます。ありがとう。あ、一本、まあいいか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、ミトさん止まってたから更新しとこう。パソコン、いいよ。いや、ありがとうございます。なんだっけ、21歳の抱負。そうね、要するにね、新しいことに、私今までと新しいことができる年になればいいなと思ってるけど、環境が変わるから、今までできなかったこととか、今までやってみたかったこととかに挑戦できたらなと思ってます、21歳は。
思ってます。今までとは、ね、違ったことができたらと思ってるけど、こんな感じかな。と卒業理由でも言ったけど、演技のお仕事がしてみたいんで、何かできたらと。あとはね、そう、あ、ゲーム配信もね、またあの卒業後もしたいから、そういうもんできたらと思ってる。ゲームがね、お仕事につながればと思ってるし、そう、ゲーム関連のお仕事、イベントとかも出てみたいし、ゲームのイベントあるじゃん、よく。そういうのもあればなぁと、あの出れればなぁと思ってます。ざっくり。でも抱負ね、難しくない？そうね、やりたいこと、はい、21歳でやりたいこと、21歳でというか卒業後とかになっちゃうけど、演技のお仕事だったりとかゲーム関連のお仕事、ずっと言ってるんだけど、やりたいなと思ってる。できたらいいなって感じ。そう、AKB48 にいる残りの2ヶ月の期間でも、そう、なんかいろいろショールームももちろん毎日するつもりだし、できるだけ卒業まで毎日アイドルやるつもりだし、あと僕大変そう、僕大変覚えようと思ってるんで、まだいつ出るかとかは分かんないですけど。そう、そうね、まずそれかな、あのまず頑張ること、僕大変ね。今それしか声がないからさ、そして声、僕大とただいま恋愛中だから覚えようと思ってるんで、待っててください。まず頑張ること、それだわ。そうかな、そんな感じですかね、21歳の抱負。あ、そうね、卒業してもね、会える機会ができればと思ってるけど、あ、まだわかんないから、そのなんかさ、こう言えないけど、会えるともできたらいいなと思ってる。どうなるかは、その機会が作れるかが分かんないけど、会える機会がもしできたら、卒業後も来てください。1時まで配信、そう、どうしようかな、55分になったらランキングで終わろうかな、1時に なる前に。波動の旅行はね、もうそろいけそう、でもちょっと北海道は無理かもね。あの全然違う場所に行けそうではある。まあでも旅行行けるんで嬉しい、ちょっと待ってて。北海道は普通にあのいつか旅行行こうかな。いつか普通に。波動も関係なく。あ、そう、2回あるから、そう、1個の方はもう場所分かってるけど、もう1個はねまだ分かんないんだよね、場所。もうお風呂まだ入ってないよ、メイクしてるよ今。それも待ってから入る。この後ツイッター載せよ。写真も何載せるかもまだ一切考えてない、ツイッターするわ。ちゃんと誕生日21歳になりましたっていうツイート、何の写真にしよう、え、誰にしようかな。この前さ、あの YouTube の配信した時にひなのんが写真何枚か撮ってくれたんだよね、それ載せようかな。卒業発表の時と同じような写真になっちゃうけど、まあいっか、最近の写真だから、それが。ひなのんがさ、写真撮ってくれたのよ、何枚か、誰か撮ってって言ってたらさ、ひなのんが任せてって言って撮ってくれた。そう、いいよ、うまいからって言って撮ってくれた。ひ
ひなのなんかメンバーの写真とかいっぱい撮ってるんだって。そういうなんかサドリーの写真、そうだから撮ってくれながらそれ載せようかな。一番最近のやつだし普通がいい。え、でもねそれ載せるわ、一番最近だから。それがで、あとはさ、なんかハロウィンのやつなのよ。誕生日の写真ハロウィンちょっと変じゃない？だからあのその時にひなのが撮ってくれた写真にしよう。どのぐらいについてすぐツイッターできないだろうけど、ちょっと待ってて。まだ何にも考えてないんだ、文章とか載せる写真も。もうちょっと待ってて。プリンとのツーショット、食べちゃったプリン入ってないや。あ、50分ありがとう。じゃあランキングをこっちで読めばいいのか。ランキング、これかライブランキング。じゃあ13位からランキング読みます。13位、風富人さんありがとうございます。12位、まっつんさんありがとうございます。11位、ベビースターアットマークキョカタムズさんありがとうございます。10位、ヤスアットマークキョカタム生誕祭2023さんありがとうございます。あ、9位、ティンさんありがとうございます。8位、エビちゃんありがとうございます。あ、7位、ニャーコさんありがとうございます。6位、フロマンさんありがとうございます。あ、5位、香港の春マットマークお誕生日おめでとうさんありがとうございます。4位、ラボーナさんありがとうございます。次が3位、カザトマーク21歳おめでとうさんありがとうございます。あ、2位、グランツアットマークキョカタムズさんありがとうございます。そして1位がウッキョンさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとうありがとうございました、ありがとう、ありがとう。あの長い2時間もしてないか。え、私何時に配信始めたっけ。11時過ぎぐらいか、2時間いかないぐらいかありがとう、配信たくさんこんな遅い時間まで見てくれてありがとう、たくさんギフトもありがとうございました、嬉しかったです。AKB48 として迎える最後の誕生日だから今日がありがとう。今日の配信は、3日の配信はそうね、夜やろうかな。今日もいつもぐらいの時間で、22時半か23時ぐらい、いつも通りぐらいでやろうかな。え、そう、今日は最後なんですよ、今回が最後、 AKB48 として迎える誕生日が。ありがとうございました、たくさんお祝いしてくれて楽しかったです。もう画面止まった時どうしようかと思ったけどなんとかなった、ありがとうございましたフ誕生日になった瞬間画面止まってどうしようかと思ったけどありがとうございました、本当にたくさんありがとうございます、お祝いしてくれて。ひなこ遅いって言っといて、あ、オッケーとかでもね、私去年の自分の方が遅かった気がするからあんま言えないな私何分に送ったっけな、去年覚えてないな、残ってないんだよね、携帯を壊れてさ、去年の履歴が言えないかもしれない、やめとこう
やめとこうかや、言おうかと思ったけど遅いよって私の方が遅かったかもだから言えないわじゃあそろそろ終わろうかな、もう1時になっちゃうんで。じゃあ本当遅くまで配信見てくれてありがとうございましたじゃあまた今日の夜の配信で、またね、ありがとうございました。後でツイートするんで、ちょっともうちょい遅い時間になっちゃうかもだけど2時までにはツイートするわ文章と載せる画像を決めなきゃ。じゃあまたね、ありがとうございました。おやすみなさーい。また夜の配信で今日の。またね、おやすみ、ありがとう。